こんにちは、ヒヨンです。今回はですね、2020年上半期ベストコスメ、コスメ編をご紹介したいと思います。今回もたくさんあるので、つべこべ言わずに始めますか。それではスタート。イイ、はい、って感じで今日はですね、ちょっとコスメなので、可愛くクアンクのフワレディブラウスを着てみました。これはね、着心地が楽ちんで、ちゃんとしてる風に見えるから好きです。じゃあまずどんどん始めていきたいんですけど、一つ目がこちらです。デラメールのザ・ルミナスクッションファンデーション、フィヨンはピンクポーセリン01番の色になります。で、これはフィヨンが大好きなクッションファンデなんですけど、スキンケア効果も兼ね備えられているクッションファンデになるみたいです。で、仕上がりが何よりも自然っていうのが好きで、結構デラメールとかは少しお高いので憧れのブランドだったりするんですけど、やっぱりそれぐらい良い。つけてみる、うん、なんかしっかりカバーしてくれるんですけど、自然な仕上がりの肌にしてくれるっていう感じ。ファンデーション塗ってますみたいな肌にはならないです。ほら、めっちゃ綺麗、めちゃめちゃ綺麗。しかも今ワンプッシュだけでやったのにこんなに綺麗です。もともとちょっと軽くファンデーションつけてたっていうのもあるんですけど、本当に自然なツヤめきを出してくれるファンデーションなので、すっごいおすすめです。自然なカバーもしてくれるので、デートとかにもいいかなってフィヨンは思います。これから夏に向けてそんなに厚塗りの肌にはしないと思うので、そういう時にもおすすめです。続きまして、こちらヘラーのブラックコンシーラーになります。このコンシーラーはカバー力があるのにテクスチャーが硬くないコンシーラーっていうのが好きなところ。こうやって塗ってもらって伸ばすけど、なんかリキッドファンデーションみたいに柔らかいというか、コンシーラーって割とカバー力が高いのは硬いんですけど、これは本当にね、肌にスッと馴染んでくれるし、カバー力も高いので大好き。続きましてこちら、イップさんのクリエイティブコンシーラーになります。これはアットコスメの1位のコスメで買ったんですけど、もともとフィヨンはこれを使っていて、ちょっとお休みしていて、でアットコスメの1位コスメでまた再開したっていう感じなんですけど、久しぶりに使ってみるとやっぱり良かった。何が良かったかというと、こういう風に3色あるので、まず自分の肌の色に合わせやすい、そして肌につけた時に本当に溶け込むみたいに馴染んでくれる。でつけてみて、もうこの時点で割と馴染んでると思うんですけど、いきますよ。軽くポンポンってするだけでもう溶け込んでくれる。本当に使いやすいコンシーラーだと思う。これもテクスチャーが柔らかいので割と使いやすいし、いろんな色があるっていうのも割とおすすめポイントの一つですかね。続きましてパウダーなんですけど、こちらコスメデコルテのフェイスパウダー、フィヨンは00番の色になります。これもアットコスメの1位ランキングコスメで初めて使ってみていいなと思ったものなんですけど、これもね、肌に溶け込むの、本当に自然に馴染んでくれるところが好きです。これは肌と一体化する感じ、ほら、このパウダーが本当に肌に馴染んでくれて、元から自分の肌質がこういうふんわり肌だよって見せてくれる感じ。ほら、ちょっとさっきと違くないですか？さっきツヤ感があったけど、パウダー塗った時にちょっとふさふさ感がここら辺にあったりするんですけど、それが全くないっていうのがコスメデコルテの好きなところです。それこそ最近フィヨンはちょっとツヤ肌よりもこういうふんわり肌の方にハマっているので、最近は絶対的にパウダーをつけてちょっとふんわり肌の仕上がりにしてます。続きましてこちら、イニスフリーのノーセバムミネラルパウダー。これもパウダーなんですけど、これのいいところはなんか万能に使えるし、プチプラっていうのがおすすめポイントです。さっきのコスメデコルテのパウダーは色が選べるので、いろんな色があって自分の肌に合わせられるんですけど、こっちは白のパウダーになります。これも普通に馴染んではくれるんですけど、何がいいかって、肌にはもちろんこういう前髪とかにテカっちゃった時とか、ちょっとベタベタになっちゃった時にこういう風につけて復活させられるっていうところも好きなポイント。だから万能に使えて、しかもすごい安いプチプラなので手に届きやすいコスメかなって思います。
このイネスフリーのノーセバムは割と使ってる方も多いと思うので有名なコスメの一つですね。続きましてハイライト系になります。まずはじめにこちら、トゥーフェイスドのダイヤモンドライトマルチユースダイヤモンドファイヤーになります。ちょっとね、見てみるとなんかオーロラっぽくいろんな色に輝いているハイライトになっていて、こういう風にいろんな色になってくれるので、どんな肌色の人にも似合うハイライトって言われてるみたいです。キラキラっていうよりも光沢っていう感じの、ちょっとパール感っていう感じのハイライトになっていて、で前はフィオンクリオのプリズムハイライトみたいにもうほんとキラキラで華やかっていうのが好きだったんですけど、最近ちょっとね落ち着いたものが好きで、これはあんまり光らないんですけどパール感光沢感で上品な感じにしてくれるのですごい好きです。これのビジュアルを見た時に、そのねモデルさんがこの女神スポットにハイライトを割と濃いめに入れてたんですよ。でそのメイクがすっごい可愛いなって思って、最近はこのダイヤモンドライトのハイライトをこのね女神スポットに多めに入れるメイクにハマっています。続けましてこちら、これはイニスフリーのマイパレットで自分でこういう風に色を作れるものになるので、もうすでにいろんな色、自分が使う色をバッて入れちゃっているんですけど、その中のこちらです。このハイライト、これパウダータイプのハイライトになるんですけど、これもどっちかというとラメよりも光沢タイプのハイライトになります。こんな感じ、ほら光沢感、色がゴールドなのですごいね肌に馴染んでくれる、浮かないです肌につけた時に。さっきも言ったようにちょっとフィヨン最近落ち着いたものが好きなので、これをつけるとすごい馴染んでくれるし、なんかちょっとド派手な感じがあんまり出ないので好きで使ってます。続きましてこちら、エトボスのミネラルハイライトクリーム、クリームタイプのハイライトになるんですけど、これも使いやすいっていう意味ですごいおすすめ。なぜならこの色ね、この色がすごい肌に馴染んでくれるし、これはツヤ肌にしたい時とか、メイクをあんまりしたくなく薄いメイクの時に使うのがおすすめです。あんまりねすごい目立つ感じじゃないのですごい使いやすい。これもここです、ほんのりツヤ感出してくれる、すごい肌に馴染みません？こうやって光を当てたらこうやってツヤってしてくれる感じ。やっぱり肌がねちょっとねツヤ感があったり、ハイライトをやってた方が綺麗に見えるので、こういうのはつけるといいかもですね。続きましてこちら、 RMS ビューティーのルミナイザーになります。でこっちは CK アメジストローズルミナイザーで紫っぽい色になっていて、もう一つの方はこういうさっきみたいに肌なじみのいいシャンパンローズルミナイザーになります。こっちの方が万能に使えるっていう感じではあると思うんですけど、こんな感じ、これは割と濡れ感のある感じになるので、なので割とテカる。紫のやつもすごく可愛くて、なんかめっちゃ紫っていうよりもほのかに紫な感じ、まあまあ紫はわかる感じなんだけど、肌につけた時そんなに目立たない。つけてみるか、うん、オペラな感じ。やっぱりこういう紫系は透明感を出してくれたりするので、ちょっと女の子っぽいメイクをしたい時にはすごいいいんじゃないかなって思います。いい、続きましてアイブロウになります。じゃセザンヌ超細芯アイブロウ、フィオンがいつも使ってるイニスフリーのスキニーブローペンシルもとってもおすすめなんですけど、それよりもすっごく細いので本当にねよりピンポイントに眉毛を描ける、なんか長さが短くてここだけ欲しいみたいな感じの、結構ピンポイントで欲しいところが所々あるんですけど、それが埋めやすいっていう感じだし、発色もいいし、ぼかすとパウダーみたいになってくれるのでおすすめ。あとね涙袋のラインがめちゃめちゃ描きやすい、すっごい細いので自分の描きたいところに描けます。でも、これはブラシがないので、そのスクリューブラシを別で持たなきゃいけないっていうのがちょっと欲しいなっていう感じはします。続きましてこちら、デジャビューの眉マスカラになります。これもブラシがめちゃめちゃ小さいので毛一本一本を染めてくれる感じ。結構ね眉マスカラをした時になんか一気に液がビッてくっついちゃうことってよくあると思うんですけど、これはそれがない。
細かく細かくメイクできるというか、色を足せるっていうのはすごいね、メイクが綺麗に仕上がるポイントだと思う。やっぱりそれぐらい丁寧にできるので、いい感じに仕上がる率が高い。基本的にメイクは丁寧にやってあげることに越したことはないと思ってるので、そういった意味でこれは本当におすすめです。続きましてマスカラ、こちらです。デジャビューのラッシュアップマスカラ系で、フィオンはブラックとブラウンどっちも持ってるんですけど、マスカラに関してはいいなって思ったものはブラックとブラウンどっちも買うようにしてて、だからこれはブラウンもブラックもどっちも買いました。ブラシがすっごい細いのでまつげに塗りやすいっていうのと、細いとなんかボリュームとかあんまり出ないんじゃないかって思うかもしれないんですけど、これ結構ボリュームが出るっていうのが結構おすすめのポイントかな。基本ロングなんですけど、ちょっとボリュームも出るので好き。なんか細いまつげにならない、あんまり。で、お湯で落ちるところも好きだし、なのでこれはもう全てにおいて好きっていう感じです。続きましてこちら、エテセのラッシュバージョンアップ。もう最近はこのマスカラ下地ばっかりを使ってるんですけど、このねフォームがすっごい使いやすい。液がブラックなので、その上からマスカラをした時に白い下地が浮かないっていうのが良い。前までフィオン白い下地のマスカラをしてたんですけど、やっぱりね丁寧に塗ってあげないとちょっと白いところが見えちゃってたんですけど、これはそういうことがないのですごいおすすめです。でこのコームもまつげにつきやすいし、マスカラよりもマスカラ下地の方が大切って思ってるんですけど、このエチセのやつでほんとしっかり一本一本形を作れるので、すっごい綺麗なまつげができます。続きましてこちら、レアナニロロング&セパレートのマスカラになります。これはまつげ美容液の成分が入ってるマスカラなので、まつげに優しいし、お湯で落ちるっていうのがすごい好きだし、シンプルに綺麗なまつげができるっていう感じ。これもそんなに細いまつげっていうよりも、ちょいボリュームのある綺麗なシンプルまつげになるっていう感じ。やっぱりまつげとかもケアしてあげないと、このまぶたがねちょっとたるんできちゃったりするので、まつげもしっかりケアしてあげて目元が可愛くなるようにしたいなっていう感じで、これはおすすめです。続きましてアイシャドウになります。ロム&のベローデンアイズ02番。このね4色パレットの色全部が可愛いっていう感じだし、発色もちょうどよくって使いやすい。こんな感じで、これはマットなシャドウが3つとキラキラが1つあるんですけど、このキラキラも本当にめちゃめちゃ可愛いんですよ。このきらめきめちゃめちゃ可愛い。色がちょっとくすんでる系なので、すごい肌に馴染んでくれて、可愛いアイメイクを仕上げてくれるっていう感じで、フィオンは結構使いやすいので好きです。続きましてこちら、ムーンショットのピュアレイヤードパレット、ライブリーコーラルとあとロージーブルームの色になるんですけど、これはフィオンのフィオンコスメボックスに入れてもらったんですけど、本当に使いやすいのでおすすめ。色がとにかく可愛いのと、ここにねこういう長細いのあるんですけど、これチークとしても使えるんですよ。やっぱアイメイクとチークって色を合わせないとメイクに統一感が出なくて、ちょっとんっていう感じになってしまうと思うんですけど、これはそのまま使えばいいのでメイクしやすいっていうのと、色もとにかく使いやすいです。で、これに関しても3つマットのシャドウと1つラメが入ってるっていう感じですかね。で、このチークもアイシャドウとしても使えるので、なんかいろんな使い方できるなっていう感じだし、ちょっとこういうコーラル系のシャドウは涙袋に入れてあげるとすっごい馴染んでくれて、ぷっくり涙袋ができるので可愛らしい目元になるなって思います。ラメがすごい可愛いんです。これもなんか派手すぎないけど、ちゃんときらめいてくれて華やかに見せてくれるって感じですかね。続きましてこちら、エスプリークの3色のシャドウを、こういうパレットが自分で作れるので自分で選んでみたやつなんですけど、このシングルシャドウがとっても使いやすいです。で、このシャドウは割とクリームパウダーみたいな感じで、肌なじみがめちゃめちゃいい。なんかまぶたにピタッてくっついてくれるような
テクスチャーで、ラメ入ってるんですけど、これもラメがすごい上品なので、そんな華やかになじすぎなくて落ち着いた感じで使えるっていうのがフィアンテキに好きなポイントです。で、色もすっごいたくさんあるので、自分で選んでもらったら可愛い色使えるんじゃないかなって思うし、二重幅に溜まっちゃうとかあると思うんですけど、これあんまり溜まったかった印象がある。続きまして、こちらエトボスのミネラルマルチパウダーヘルシーオレンジの色です。これマルチパウダーで、アイシャドウにもチークにもなんか眉毛とかにも使えるらしい。なんかリップにも使えるって言ってた。これはね、色が大好きで最近使ってます。大人っぽいオレンジなの。ほら、なので顔が映えるっていうか、でもラメラメっていう感じじゃないので使いやすいし、大人っぽいおしゃれ感の出るシャドウです。可愛くない？こんな感じ。涙袋全体につけてあげても結構可愛くて、最近このシャドウで囲ってあげるメイクをよくしてます。ちょっとこんな感じでつけてみました。続きまして、こちらイニスフリーの単色シャドウたちになります。で、上のこの小さいたちが単色シャドウになるんですけど、これもすっごい色がたくさんあってとってもおすすめで、ラメに関して、これとかに関してはラメのラメ感もすごいね、可愛いんですよね。ちょっとクリームっぽいので肌への密着力も強い。そう、こんな感じ。これはすごい大きいんですけど、もっと小さくできるパレットがあるので、自分のお気に入りのやつを選べるのは自分の好きなアイシャドウパレットになるのでおすすめです。それで作ることが。いい。続きましてチークになります。まずはじめにこちら、オンリーミネラルのミネラルソリッドチークコンプリート01番。これはもうね、コーラルの色でめちゃめちゃ可愛いんですけれど、石鹸でも落ちるので肌に優しいし、すっぴん風メイクにしたいっていう時にも使いやすいし、何よりも色の発色がめちゃめちゃ可愛い。塗ってもらうと伸びもいいし、自然にふわーんってなってくれるので、なんかあんまりチーク失敗しないと思います。これは塗りやすい、すごく。でもちょっと目が濃いめなので、チークはちょっとチークレスっぽく薄く塗ってあげた方が可愛い。でもこれから夏に向けてやっぱりちょっとね、メイクが薄くなってくるというか、そんなガッチリメイクはしないと思うので、そういう時に素肌っぽいメイクでこれを使ってあげるのはめちゃめちゃ可愛いと思う。可愛い。いい感じのツヤ感も出てとってもおすすめです。続きましてこちら、エトボスのミネラルクリアリップ&チークネーブルオレンジ。これも石鹸とかで落ちるタイプだったと思うんですけど、これはリップでも使えるので、色的にはこんな感じ。まあ、さっきのよりはちょっと濃いかなっていう感じがしますね。どっちも、クリームチークタイプで、あんまり失敗しないと思うし、伸びもいいし、肌にも優しいしっていう感じで大好きなチーク。続きましてこちら、このロム&のベタージャンチーク04番。色が本当に可愛いし、安いし、肌に馴染んでくれるし、使いやすいっていう感じ。まあ、これはパウダーなのでブラシでいつもやってるんですけど、チークをつけた時になんかガッチリバッてくっつく感じがないので、これもすごく失敗しにくいチークだと思います。ほら、ふんわり感がすごい。やっぱり発色がいいものってベタってくっついちゃって、なんかあんまりホワーンってするのが難しくなっちゃうことがあると思うんですけど、これはそんなことがない。めちゃめちゃ使いやすいからすっごいおすすめです。続きましてこちら、セフォラのチークになるんですけど、色はこんな感じでコーラルピンクみたいな感じなんですけど、海外のブランドは何よりもカラーバリエーションがすごい多いので、自分に合う色を見つけやすいっていうのと、このセフォラのオリジナルブランドはすごいプチプラなのでおすすめです。こんな感じで可愛らしいチークになります。続きまして最後にリップたちですね。最初にこちら、オピューのジューシーパンティントで、下がジューシーパンで上はスパークリングティントで、ちょっとラメが入ってるバージョンになるんですけど、もう何回も紹介してるけど、可愛いしツヤ感最高だし、発色もいいし使いやすい。スパークリング使ってみますね。あら、めっちゃ可愛くない？スパークリングって言ってもめちゃめちゃキラキラしてるわけじゃないので、程よいラメだから可愛い。可愛い。ジューシーパンティントの BE01 番、これフィアンのコスメボックスに入ってたと思うんですけど、これも本当におすすめする、一年中使えるリップだと思う。
ちょうどいいツヤ感とこの発色。このリップたちは革命的っていうか、ずっとオペラとかが大好きだったけど、それを超えてきたリップたちです。続きまして、こちらヘラのスパイシーヌードグロスで、上が422番、下が105番になります。これもずっと欲しかったリップなんですけど、これは割とグロスな感じがある。これでもちゃんと発色してくれるので、別に他にリップがいらないぐらいです。ちょうどいいムッチリ感が出るので好きです。色もめっちゃ可愛い。やっぱりヘラはデパートにも入ってるコスメなので、デパコスならではの色味というか、程よい可愛さの色味で好きだし、塗りやすいし、見た目もすごい可愛いので持っててテンション上がるし、結構フィオこれつけてる時に何塗ってんのって言われる率が高いです。続きましてこちら、アミューズのデューティント、上が07番で下が05番になるんですけど、そもそもこのパッケージが素晴らしく可愛いっていう感じで、アミューズは今韓国で旬というかいい路線を行ってるコスメだと思うので、そういった意味でも注目していいブランドだと思います。色も結構ツヤ感のあるティントタイプ、これが05番、こっちが07番、大人っぽい感じのちょいボルドーっぽい感じですね。どっちももう可愛すぎる。軽さで言うとアミューズ、オピュ、ヘラっていう感じでも、全部ツヤがあって発色良くてすごい可愛いです。やっぱりフィヨンはマットよりもツヤのリップが好きなので、ちょっと似てるけどどれも良いっていう感じですかね。って感じで、2020年上半期のフィヨン的ベストコスメ、コスメ編をご紹介させていただきました。コスメは楽しいですね、可愛いし、何よりも自分を本当に可愛くしてくれるので大好きです。って感じで、この動画が楽しかったり気になるコスメを見つけられた方は、ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。くらーん、あんにゃー。